はいどうも、春一番です。元気ですか？今日はですね、2019年2月発売の、まあ、2月の16、第3土曜日ですか、16日かと思いますね。2月16日に発売になるトミカを見ながら雑談をしたいと思います。こちら皆さん応募しましたか？トミカ集めようプレゼントキャンペーン2019。バーコードを5枚集めて当てよう。オリジナルトミカプレゼント。期間がですね、2019年1月1日から2019年3月31日ですので、お早めにお申し込みください。私はしております。失礼しました。はい、それではトミカシリーズ見ていきましょう。ナンバー16、ランボルギーニグルス。はい、メーカーコリキモ価格450円、イエローのボディですね。まあ、なかなかかっこいいですよね。どうでしょう、ブラックとイエローどっちが好きですか皆さんは。私の場合はブラック のミニカーもとても好きなんですけども、結構こう見た感じパッと造形が入ってこないので、私は意外とイエローが好きだったりします。ですので、もしかすると初回特別仕様は手を出さずにイエローしか買わないかもしれませんね。そんなに興味のある車ではないのでね。アクションとしてはサスペンションしかないみたいですね。はい、今回はコルベットと違って、あ、ちゃんとランボルギーニのエンブレムついてますね。はい、ギアはどうなんでしょうね。トミカのホームページはちょっとあれですよね、怠慢で後ろのリアからの画像載せてません。まあそういうことはどうでもよかったです。失礼しました。どうしようかな、後ろも見たいですよね。まあ他の最適は見れるのかな、ちょっとチェックして買うかどうか決めます。はい、次ナンバー89、イスズキがトレーラーハウス。これは結構やっぱり皆さんトミカタウンとかやってる方はね、並べたいですよね。伊勢月がトレーラーハウスがトミカになって登場。アクションとしては本体取り外しと家脱着。なるほど、多分トレーラーになってますので、まあ、ヘッドの部分と荷台の部分が外れて、で家の部分も外れるってことでしょうね。なので家を外したら、まあ、どういう形状になってるかちょっとわからないですけど、他のものも搭載できる可能性があるってことですよね。はい、結構私こういうもの外して何ていうんですかね、電気のコードを束ねるやつ、なんてでしたっけ、名前が出てこないですね。ね、あるじゃないですか、こう引っ張ると閉まるやつ、すいません、名前が出てこないです。それでくくりつけて使ったりしますね。はい、次、ミニカー普通 のトミカシリーズ、ベーシックシリーズは2台しか出ないみたいですね。ちょっと寂しいですね。なんか来月はちょっと多いみたいなんで、まあ来月に期待いたしましょう。はい、次トミカワールドカーゴジェット ANA。 わっ、でかなるほど、トミカを3台積み込めるよ。あ、前からこうやってトミカが出るんですね。で、後ろから積むわけです。これ結構積めるんですかね。ちょっとポイント見てみましょう。トミカを乗せて遊べる大きなカーゴジェットが ANA 仕様で登場。トミカ3台、あ、3台しか乗せられないんですか。ちょっと寂しいですね。なんか20台ぐらい乗せて、なんかババババって出したり閉めたりしたいですよね。トミカ3台が搭載可能で手転がしで遊ぶこと。あ、この本体自体が手転がしで遊ぶことができるんですね。ボタン操作で後部ハッチからトミカを積み込んだり、ボタン操作で、あ、なるほど。この今のこの状態からボタンを押すと収納されるってことでしょうかね。なるほど、なるほど。いいですね。機種を開いてトミカを発射することができます。乾電池不要、特に電気関係のギミックはないみたいですね。はい、トミカはつきません。はい、わかりました。徹底解剖で詳しく紹介ってありますね。ちょっと見てみましょうか、これリンクを。はい、あ、上の蓋の部分、上の蓋というかこの何ですかね、このここのハッチっていうんですかね、ここの部分はクリアになってますね。かわいいですよね。はい、トミカエアポッド、遠くのエリア飛行機を使って荷物をトミカ、あ、面白い、なんかこういう感じですよね。プラキッズってあんまり私見かけないんですが、売ってるんですか、どこで売ってるでしょうか。ほとんど見かけないんですが、こういうの、あ、かわいい整備士とか売ってる、これどこに売ってるんですか。見つけたら買いたいな。メルカリでちょっと見てみようか、かわいいな。でもスケールが全然違うじゃないですか、これ。もっと車に合わせてちっちゃくしてほしいですよね。はい、すいません。はい、はい、トミカを運べる大きなジェット機、ずいぶん本当の飛行機よりはだいぶデフォルメされて丸っこく、なんですかね、ずんぐりむっくりみたいになってますね。はい、カーゴジェット穴と、このカーゴジェットにはトミカ3台積み込めるんだよ。かわいいパイロットの機、トミカを選べる大きなジェット機。あ、123と番号が振ったって、上部ハッチは、開いてトミカを積み下ろす。あ、ここからも積み下ろしをできるってことですね。で、機種の方から、B ボタン、B ボタンを開いて、なるほど、B ボタンを押して、機種を開いて C ボタンを押すとトミカが機内から走り出します。押し続けると機内のトミカが連続して走り出しますと。なるほど、こういうギミックは楽しいですよね。うん、で、後部ハッチと、後部ハッチを手で開き、トミカを乗せてから、え、あ、こちらの A ボタンを押すとハッチが閉じてトミカを機内に積み込みます。こちらの A ボタンを、ボタンっていうか、なんですか、スイッチっぽいですよね。で、こう乗せとくと勝手に開くっていうことでしょうね、多分ね。で、手転がし遊びができます。セット内容3500円、結構リーズナブルですね。エントリー、乾電池は使用しませんと書いてあります。はい、わかりました。はい、はい、じゃあ次見てまいりましょう。次、マップで広がるトミカ空港、2019年2月発売、メーカーコリク3000、こちらも3500円ですね。はい、蓋を閉じて持ち運びは楽々、あ、かわいい、このパーキングのとこ透明になってるんですね。マップシートを畳んでしまえるよと。うん、あ、ジェット機と随分スケール感違うんですけど、これ
お子様のおもちゃですからね。スケール勘違いすぎないですか。はい、ポイントを読んでまいりましょう。空港ビルの建物型の着用ボックスと大きな滑走路のついたマップのセット、立体駐車場にはスロープでトミカを6台、駐車可の別売りのカーゴジェットやエアポートギフトセットと一緒に遊んでみましょう。滑走路&駐車場シートは空港ボックスの中に収納できるのでお片付けも簡単です。これはいいですよね。マップはレジャーシート素材、ちょっとレジャーシート素材ってのは嫌ですけどね。マップサイズは結構大きめですね。縦が60センチの横90センチ、乾電池不要と。徹底解剖まで詳しく紹介、はい見てみましょう。まあ大体先ほど見た感じと同じですね。このここの部分かわいいですね。スロープがあるんですね。スロープは2段目しかスロープかけられないんでしょうか、これは。3段は3回と3回はかけられない雰囲気ですけど。マップシート、レジャーシート素材、空港遊び楽しいよ。あー、飛行機好きな方には面白いんでしょうかね。はい、マップで広がるトミカ空港、空港遊びが楽しいよ。スロープは2階にも3階にもつけられるそうです。よかったですね。ここに書いてあります。でも写真はないですね。3階につけてあるね。かけられる、この長さのままただかけ替えるだけですかね。となると相当勾配きつくありますね。トミカ空港案内所、駐車場があるんですね。はい、で、タクシー乗り場バス停と。おお、ほうほうほう。え、これしかないんですか。はい、別売りのカーゴジェット、ANA もアナも一緒に遊ぼうと。いや、だからスケールが違うんじゃ。だってさっき飛行機とか並べてた画像はちょうどよかったですけど、これはちょっとでかすぎないですか。マップシートはお茶の蓋を閉じて持ち運び楽々と。ほら見てくださいよ、このスケール感なのにもかかわらずボコっていう感じの飛行機が。はい、トミカ、は入ってませんと。セット内容以外のが付属しませんと。なるほど。はい、じゃあちょっと、ページ戻りましょうね。はい、はい、次トミカその他と、トミカ武将コレクション、武将コレクション2019、いざ関ヶ原払え。立てまさむでトミカホンダシビックタイプ R、1300円もするんですかこれ1台で、高くないですか。まあ私はほぼ興味がないです。みんなさん好きなんでしょうかね、こういうのね。全くこれナイキのマークじゃないですね。はい、コレクターの方大変ですね。これ1300円するんですよ。戦国武将をイメージしたトミカ武将コレクション2019、伊勢関ヶ原が登場。第1弾は伊達政宗トミカホンダシビックタイプ R に加えて専用ディスプレイボックスが付属と。あ、専用ディスプレイボックスがあるから結構な値段するんですかね。第1弾のみ専用ディスプレイボックスが付属しまして、あ、第1弾のみなんですね。だまあ第1弾の特典なので、まあ通常販売するときは別にそういう、ディスプレイボックスがなしに1300円するんでしょうかね。第1弾のみ専用ディスプレイボックス、そういうことなんですか。どうなんでしょうか、皆さんこれは買うんでしょうか。買う買わないなど、もしですね、コメントしていただけるとありがたいので、気軽にコメントしていただきますとありがたいです。はい、販売店オリジナルトミカと宝トミモールオリジナルトミカプレミアムフィアット500、はあ、なんか最近ルパン の UFJ バージョンとか出たみたいですけどね。こちらの、トミカは、私この前ガルフの、あ、ホットウィールの、フィアット500買ったんですよね。でもこれもやっぱりさすがトミカというぐらい造形がすごくいいですね。かわいい。欲しい。800円か、買おうかな。しかも白ですし、車やっぱり白が一番造形が分かっていいですよね。細かい部分もよく白だと映えますもんね。うん、これはなかなかいいですね。ちょっと私買うかもしれません。その時はよろしくお願いいたします。スケール45分の1ですね。結構じゃあちっちゃめに作ってあるのかな。だといいっすよね、スケール感が。45分の1か、そうですよね。3インチだから普通64分の1とか65分の1ですもんね。相当でかいのかな。じゃあここちょっと直してほしいですよね。ちっちゃく出してほしい。スケールみんな一緒にしてほしい。はい、私の願望でした。はい、大変失礼しました。はい、タカラトミーモールオリジナルトミカプレミアムレクサス LFA ニュルブルクリンクパッケージと。なるほど、かっこいいですね。なんか日産車っぽいですね。デザインがね、なんか日産のフェアリー DZ と、そうだな、 GTR を混ぜたようなあのデザインですね。かわいいで、カラーこれマットブラックですね。かっこいいですよね、マットブラックね。ほら、ツヤないでしょ。ホイールもなかなかかっこいい。これも800円、なかなかお得かもしれませんね。ホイールがかっこいいですもんね。フィアットのホイールは、あ、こういう、なんですか、昔のホイールカバーになってるんですね。これもいいですね。さすがトミカプレミアム。ホイールがいい。はい、スケールが62分の1と。これ何で決まるんでしょうね、スケール。こう、中途半端にしてみたりとか。ほんと統一してほしい。はい、私の望みです。てなわけでですね、今日はこの、1、2、3台と、トミカワールドの2つと、あと、ベーシックラインの2台を紹介させていただきました。